やす君は自殺しないわけだし。 ジョーケが！ 目をつぶる。 確かに単純だがいいかも。 あの原稿さえ見なければヘブンズドアは無力。 そのまま突っ込んで！ まっすぐ！ とすると 閉じている目を何とかして開かせればいいわけ。 だな！ おお！ こらえやがったぞ！ やばいな、このまま突っ込まれたらやられてしまうじゃないか。もし僕が漫画の主人公ならこの場合どうするか。どうやって奴の目を開かせるか。行け、ジョースケ君！ジョースケ、早く！そうだ、光一君のファイルに何か書いてあったぞ。あったぞ、これだよ。君のそのヘアスタイル笑っちまうぞ、ジョースケ。 2、30年前の古臭いセンスなんじゃないの？かっこいいと思ってんのかよ。かな。<笑>こう言われると切れるんだよな。信じられない性格だが、ファイルは嘘をつかない。 100% の真実だ。今なんつった！ジョースケ落ち着け。 もう一遍言ってみろ、こら！ 開いたね。聞こえなかったか？ お前のその髪型な、自分ではかっこいいと思ってるようだけど全然似合ってないよ。ダサい！ その頭、小汚い野鳥になら住処として気に入ってもらえるかもな、ジョースケ。ひょっとしてだけど。 勝ったな。何だ、一体。確かに原稿を目を開けさせしっかりと見せたのに。 見せたのに、なぜ。<笑>どこぶっ飛んでいきやがった。<笑>出てきやがれ、こら。<笑>いや、あれは見えてねえよ。見えてない、見えてないって。あんまり逆上しすぎたんで自分でも何してるかわからないってこと。<笑>どこ隠れやがった、すったこが。出てこい。 髪型を蹴らされると原稿だろうが何だろうが見失うぐらい怒るやつなんだよ、あいつ。知らなかった、あんな激しさで怒っているとは。僕の想像をはるかに超えていたよ。なんだって。<笑>こいつくんも知らなかったジョウスケの性格だと。つまりファイルには載っていない情報。 なぜだ、髪型のことでなぜあそこまで怒るんだ。何か理由があるはずだ。なぜ。けなすやつは許さねえ。何者だろうと黙っちゃいねえ。髪型の理由、そういえば前にチラッと聞いたことがあるよ。ひょっとするとあれが理由かな。え、何の話。ジョウスケ君の子供の時の話。でも